Hello everyone! How's it going? 一週間分のご無沙汰です。お元気ですか？今日は素敵なコメントからご紹介します。最近特集している内容をシリーズ化してくださいというリクエストにお答えして。今回はたくさんある窃盗時の中でも特に数字を表すものに関して皆さんにシェアしていきたいと思います。単語の頭に置く窃盗時をたくさん覚えて語彙を増やしちゃいましょう。Okay, let's get started. まずは1。門とか物の窃盗時がつく単語は一つのものを連想させます。単語例としては monotone、単調、それから monorail、皆さんご存知のモノレールですね。モノレールは線路が一本ですよね。それから monopoly、これは独占、専売。つまり、モノが一つで、ポリーっていうのはもともとポレオという、売るという語源があって、それがくっついたものです。ですから、一社が全部もう売る権利を持ってしまっている、市場を完全に支配してしまっている状態を指します。モノローグは、独白とか独り言。ローグというのは、話すことですね。ですから、ダイアローグというと、会話のことになります。もう一つの一、これは一つのまとまりという意味があるユニです。例を挙げると、ユニフォーム、これは制服ですよね。統一した形のもの。ユニコーンは一角獣。小さい子にも人気のユニコーン。それからユニーク、これは唯一のとか独特な。ユニークって日本だと面白いって意味で取られるんですが、英語ではそうではなくて唯一のとか独特なという意味合いが強いです。そしてユニラテラルですね。一方的なとか片側だけのという意味なんですが、ラテラルというのが側面を表すので、こういった意味になります。次は2行ってみましょう。be, by, あるいは been, fine。 これらがついたときは2を表す単語ということになります。例としては bicycle、 自転車ですね。これは by という2つという意味と、それから cycle は kickloss という語源から来ています。これは車輪という意味なので、2つの車輪、二輪車、つまり自転車ということになります。そして bilingual、これはバイリンガルのことですね。2カ国語を話すという意味ですが、このリンゴのところがリングアという言語を指す語源があります。これが2つということで2カ国語を話すという意味ですね。そしてバイナリーというのは、これは2つからなるという言葉に由来していて、二進法のという意味がありますね。はい、バイナリーコードなんていうふうに使いますよね。そしてバイナキュラーズ、これは双眼鏡ということになります。もう一つ、にに関する窃盗時を見ていきましょう。それは、due です。例を挙げると、皆さんカラオケの時に一緒にどうですかなんて言ってね、二人で歌う時、duet ですね。二重唱。それから、dual。これは二重のという意味になります。まあ、国会でも、ちょっと問題提起されている二重国籍は、dual nationality になります。それから duplicate、 この最後のプリケットがプリカーレという、語源になって、折りたたむという意味があるんですが、これコピーと同義語になります。はい、そして複製を意味しますね。 duplicate、 全く同じものを2つ作るということになります。それから duplex は2世帯住宅ということで、この plex が平面を指すので、まあこれが2つの平面ということで、二世帯住宅を指すことになってるんですね。さあ、次は二つのとか二倍のを指す窃盗時です。D あるいは die と呼ばれますね。例を挙げると、dioxide、 これは二酸化物です。この手前に carbon をつけると、carbon dioxide、 二酸化炭素になります。division は分けることというところから、分割という意味ですね。そして dilemma は、これは lemma というのが前提を表します。ですから、この2つ前提があるというところで、その二者択一の板挟み状態、いわゆるジレンマということになります。次は3です。 try、
例としてはまず triangle。 さあ皆さんご存知のチーンって鳴らすあの楽器の、triangle、 これは三角形ですね。 angle というのが角を表しますので、それが3つということなので三角形です。 tripod、 これは三脚ですね。ポットが足を指します。次は triathlon、 三種競技、いわゆるトライアスロンですね。これは水泳と自転車、そしてマラソンですか。この3種の競技、私はもう一生かかっても決してできることはないと思いますが、選手の方々は素晴らしいですね。そして triplet といえば三つ子のことです。 a triplet といえば三つ子の一人であり、 triplets といえば三つ子全体を指します。さあ4を表す接頭辞です。 tetra、 単語例としては tetralogy、これはオペラとか小説などの四部作を指します。 Logy がロゴスから来る言葉なんですが、これがお話を指しますので、そのままですね、4つのお話ということになりますね。そして Tetragram、 これは4文字からなる言葉ということで、 Gram は文字を指しますから、そのままですね、やはり。そして Tetrahedron は四面体、四面体のことですし、 tetrapod といえば先ほど try のところで tripod 出てきましたね。これはもうもともと獅子動物を指すんですが、いわゆるテトラポッドも指します。4をもう一つ、 quar とか quadro、 例としては quarter、 これは4分の1を指します。アメリカのコインで25セントは1ドルの4分の1なので quarter というふうに呼ばれていますね。 quartet は40層、そして quadrennial、 4年ごとに起こる、これは annual という単語をご存知だったらイメージできると思います。 quarantine、 これは隔離という意味です。もともと40日の意味なんですけれども、14世紀のペストがヨーロッパで流行った際に、そのイタリアの港へ、来航した船が、止められたということですね。はい、それが40日間だったというところから隔離という意味になったということになります。さあ次は5、一つ目は pent です。単語で言ってみましょう。Pentagon、 これは五角形の意味ですね。ゴンというのは先ほども言ったように角を表しますから、角の部分ですね。ですからそれが5つあるので五角形。アメリカの国防省は上から見ると五角形の形をしているので別名 Pentagon というふうに呼ばれていますね。それから Pentagram、 これは五芒星のことです。魔法様の形ですよね。そして Pentaprism、 これは五角プリズムといって、一眼レフのカメラをいじられる方はご存知かもしれないんですけれども、この七面体のプリズムなんですね。五角柱の形で七面体の、プリズムということだそうです。続いてもう一つの語、これは quint、 単語例見ていきましょう。 quintet、 これは五重奏のことですね。そして quintuplet、これは五つ子ちゃん、なかなかお見かけすることはないと思いますけど。そして quintesson、 そして最後に quintessence、 これは五番目の本質というところから真髄を表す言葉になります。さあでは6はどうでしょう。 hex、 ちょっと図形的なものが多くなりますが、単語例としては hexagon、 これは六角形ですね。Hexahedron、 これは六面体を指します。そして Hexagram、 六芒星、ユダヤ教やユダヤ人の象徴ダビデの星としてもよく知られていると思います。それから Hexapod、 これは六脚類、昆虫を指します。さあ7はどうでしょう。 Hept、単語例を挙げます。今までの例を見るとパッと意味がイメージできるんじゃないでしょうか。 Heptagon、 これは七角形、あまり見かけたことないと思いますけどね。そして Heptahedron、 これは七面体になります。さあこれ以降1月2月などの月に関する言葉が現れてきますが、本来の意味とはずれているのでちょっと感覚的に捉えにくいかもしれないので、あらかじめお伝えしておこうと思います。
現在の暦の起源は古代ローマ時代にあります。もともと10ヶ月と考えられておりまして、3月が今の3月ですね、現在のこれが1月と考えられていたんですね。後に1年は12ヶ月となって、1月と2月が追加される形になったので、 Sept というのは本来7を表すんですけれども、今お伝えした理由によって2月分ずれて9月となって、Oct というのは本来 Octopus に割るように8を表す言葉なんですけれども、10月にという形でずれてしまったわけです。そういった歴史があることをあらかじめお伝えしておきたいと思います。続けてもう一つ7です。これは Sept。 単語例としては September、 9月、でも意味的には7月ということですね。そしてこのあたりまで来るといろいろ意味がイメージできるのではないでしょうか。 Septennial と聞くと7年間続くとか、7年に1回の。そして Septet といえば70章とか70章曲のことになります。さあでは8はどうでしょう。 Oct。 はい、例を挙げると October、 これは10月でも意味的には8月でしたよね。 Octagon、 これは八角形。そして Octopus、 8本足がありますね、タコ。そして Octave、 これは音程が8度に離れているこのオクターブを指します。Q を表す接頭語の一つ目は Nona。 例を挙げると Nonagon、 九変形とか九角形のことですね。そして Nonet は九重唱とか九重唱曲。 Nonagenarian、 これは90歳代の人のことを指しますね。はい、まあ90歳代のという意味もありますね。二つ目の Q はエニア。単語例はご紹介しますが、正直あまり使う機会はないかもしれません。一つ目はエニアド、9つからなる一群。そしてエニアゴン、九角形。最後にエニアヒドラン、九面体。それでは10の一つ目いってみましょう。デス、あるいはデックと読みます。単語例を挙げます。 December、 これは12月ですが意味的には10月。 Decade、 これは10年一くくり、一塊で言う時ですね。そして Decathlon、 これはデカスロン、10種競技。もう私にとってはありえないです。はい、2つ目の10を表す接頭辞は Deci、 あるいは Deci と読みます。単語例はDecimal point はこれ小数点のことです。そして deciliter、 これはデシリットル。読み方に注意ですね。リットルというふうには読みません。liter、 liter ですね。そして decile、 これは10等分のことです。今度は単位がぐんと大きくなります。100。cent。 例を挙げていきましょう。centigrade、あるいは早く読むと centigrade。これは目盛りが100分度のという意味と、あるいは摂氏という意味もありますが、摂氏という言い方では、Celsius の方が一般的だと思います。で、これはおそらくですね、以前は centigrade というのもよく聞いてた気がするんですけれども、摂氏に対して華氏、アメリカとかブラジルで採用している尺度ですけれども、これは Fahrenheit、F で表現してるんですね。これは Fahrenheit と華氏を発見した、科学者の名前がついています。摂氏を発見した科学者も Celsius さんです。ですから、その人で、その呼び方を合わせているのかなと思うんですが、ご存知の方いらっしゃったら教えてください。OK。そして、センチメートルはセンチメートル。これはメートルじゃなくてメートルですね。そして、百分率はパーセント。そして、何々世紀というのはセンチュリーですね。100年一くくり。センチュリーです。さあ、もう一つ100を表す接頭辞をご紹介します。Hect。単語例は hectogram、 ヘクトグラムですね。これメートル法の重量単位で1ヘクトグラムが100グラムということになります。
そして hectare、これはヘクタール。そして hectometer、ヘクトメーターですね。はい。次に千行ってみましょうか。milli です。単語を見ていきましょう。millimeter、ミリメーターですね。はい。これは千分の一だからですよね。はい。そして million、これは100万です。つまり 1000×1000 ということになりますね。そして milligram、これはミリグラムのこと。最後に millionaire、これは100万長者のことです。今はもう billionaire って言ってもいいかもしれないですが、これ必ずしも100万長者、100万を持ってるってことではなくて、まあお金をたくさん持ってる大金持ちという、代名詞ということになりますね。さあ、もう一つ線を表す接頭辞では、kilo があります。例としては、kilogram、キログラム、1キロ、1000グラムですからね。そして、kilometer、キロメーターですね。そして、kilowatt、はい。で、kilobyte、はい。すべて線が関わってますよね。それでは最後に多数を表す接頭辞確認していきましょう。multi や poly があります。皆さんがご存知の単語もたくさんあるかもしれません。multimedia、これはマルチメディアで、まあ複合媒体なんていうふうにも訳せますね。そして multiple、これは多数のという意味ですね。polychromatic、これは多色の、chromatic、これは色のことですね。ですので、たくさんの色、多色のということです。そして、ポリグミー。ガミーというのは、ガミベアのね、チューイーなガミーではなくて、これは結婚を指します。ですから、ポリグミーというと、複婚、まあ、重婚も指すのかな。一夫一妻以外の3人以上の配偶システムと言えます。まあ、日本ではありえないですけどね。日本では、一夫一妻のモノガミー、モノ、一つでしたよね。はい、ですから1ペアだけですということですね。いかがでしたか？今回は数に関する接頭辞をご紹介してまいりました。接頭辞などの要素を覚えて語彙力をぐんとアップさせちゃいましょう。シリーズの第2弾もお楽しみに。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 See you in the next video. Thank you so much for watching.今回のことが皆さんの学習のきっかけになれば嬉しいなぁなんて思っています。Hope you'll have another wonderful week. So take care. See you next. Bye!